セネズミ、宮沢賢治。ある古い家の真っ暗な天井裏に、瀬という名前のネズミが住んでいました。ある日、瀬ネズミはキョロキョロ四方を見回しながら、床下街道を歩いていますと、向こうからイタチが何かいいものをたくさん持って、風のように走ってまいりました。そして、瀬ネズミを見て、ちょっと立ち止まって、早口に言いました。おい、瀬ネズミ、お前んとこの戸棚の穴からコンペイトーがバラバラこぼれてるぜ。早く行って拾いな。瀬ネズミはもうヒゲもピクピクするくらい喜んで、イタチにはお礼も言わずに一散にそっちへ走っていきました。ところが、戸棚の下まで来た時、いきなり足がチクリとしました。そして、止まれ、誰かという小さな鋭い声がします。瀬ネズミはびっくりしてよく見ますと、それはアリでした。アリの兵隊は、もうコンペイトーの周りに四重の必勝線を張って、みんな黒いマサカリを振りかざしています。二三十匹はコンペイトーを片っ端から砕いたり溶かしたりして巣へ運ぶ支度です。セネズミはブルブル震えてしまいました。ここから家へ入ってはならん。早く帰れ帰れ帰れ。アリの特務総長が低く太い声で言いました。ネズミはくるっと一つ回って、一目散に天井裏へ駆け上がりました。そして巣の中へ入ってしばらく寝転んでいましたが、どうも面白くなくて面白くなくてたまりません。アリはまあ兵隊だし強いから仕方もないが、あのおとなしいイタチ目に教えられて戸棚の下まで走っていってアリの総長に剣突くを食うとは、なんたる尺に触ることだとセネズミは考えました。そこでネズミはまた巣からちょろちょろ這い出して、木小屋の奥のイタチの家にやってまいりました。イタチはちょうどトウモロコシの粒を歯でコツコツ噛んで粉にしていましたが、セネズミを見て言いました。どうだ？コンペイトーがなかったかい？イタチさん、お前もずいぶんひどい人だね。私のような弱いものを騙すなんて。騙しやせん、確かにあったのや。あるにはあっても、もうアリが来てましたよ。アリが？へえ、爽快早い奴らだね。みんなアリが取ってしまいましたよ。私のような弱いものを騙すなんて、惑うてください。惑うてください。それは仕方ない。お前の勢いが少し遅かったのや。知らん知らん。私のような弱いものを騙して、惑うてください。惑うてください。困った奴だな。人の親切を逆さまに恨むとは。よしよし、そんなら俺のコンペイトーをやろう。惑うてください、惑うてください。えい、それ持っていけ。てめえの持てるだけ持って失せちまえ。てめえみたいなぐにゃぐにゃした男らしくもねえやつは面も見たくねえ。早く持てるだけ持ってどっかへ失せろ。イタチはプリプリしてコンペイトーを投げ出しました。セネズミはそれを持てるだけたくさん拾ってお辞儀をしました。イタチはいよいよ怒って叫びました。早く行ってしまえ！てめえの取った残りなんか、ウジ虫にでもくれてやら。セネズミは一目散に走って、天井裏の巣へ戻ってコンペイトーをコチコチ食べました。こんな具合ですから、セネズミはだんだん嫌われて、誰もあまり相手にしなくなりました。そこで、セネズミは仕方なしに、今度は柱だの、壊れたちりとりだの、バケツだの、ほうきだのと交際を始めました。中でも柱とは一番仲良くしていました。柱がある日、ツネズミに言いました。ツネズミさん、もうじき冬になるね。僕らはまた乾いてミリミリ言わなくちゃならない。お前さんも今のうちにいいヤグの支度をしておいた方がいいだろう。幸い、僕のすぐ頭の上に、スズメが春持ってきた鳥の毛やいろいろ温かいものがたくさんあるから、今のうちに少し下ろして運んでおいたらどうだい？僕の頭はまあ少し寒くなるけれど、僕は僕でまた工夫をするから。ツネズミはもっともと思いましたので、早速次の日から運び方にかかりました。ところが途中に急な坂が一つありましたので、ネズミは三度目にそこからストンと転げ落ちました。柱もびっくりして、ネズミさん、怪我はないかい？怪我はないかい？
と一生懸命体を曲げながら言いました。ネズミはやっと起き上がって、それから顔をひどくしかめながら言いました。柱さん、お前もずいぶんひどい人だ。僕のような弱いものをこんな目に遭わすなんて。柱はいかにも申し訳がないと思ったので、ネズミさん、すまなかった、許してくださいと一生懸命詫びました。セネズミは図に乗って、許してくれもないじゃないか。お前さえあんな小尺な指図をしなければ、私はこんな痛い目にも遭わなかったんだよ。惑っておくれ、惑っておくれ、さあ惑っておくれよ。そんなことを言ったって困るじゃありませんか。許してくださいよ。いいや、弱いものをいじめるのは私は嫌いなんだから、惑っておくれ、惑っておくれ、さあ惑っておくれ。柱は困ってしまって、おいおい泣きました。そこでネズミも仕方なく巣へ帰りました。それからは柱はもう怖がって、ネズミに口をききませんでした。さて、その後のことですが、ちりとりはある日、セネズミに半分になったモナカを一つやりました。すると、ちょうどその次の日、セネズミはお腹が痛くなりました。さあ、いつもの通りセネズミは惑っておくれを100ばかりもちりとりに言いました。ちりとりももう呆れて、ネズミとの交際はやめました。またその後のことですが、ある日、バケツはセネズミに洗濯ソーダのかけらを少しやって、これで毎朝お顔をお洗いなさいと言いましたら、ネズミは喜んで、次の日から毎日それで顔を洗っていましたが、そのうちにネズミのおひげが10本ばかり抜けました。さあ、セネズミは早速バケツへやってきて、惑っておくれ、惑っておくれを250ばかり言いました。しかし、あいにくバケツにはおひげもありませんでしたし、惑うというわけにもゆかず、すっかり参ってちてしまって、泣いて謝りました。そしてもうそれからはちょっとも口をききませんでした。道具仲間はみんな順繰りにこんな目にあって懲りてしまいましたので、ついには誰もがみんなセネズミの顔を見ると、急いで脇の方を向いてしまうのでした。ところが、その道具仲間にただ一人だけまだセネズミと付き合ってみないものがありました。それは針金を編んでこさえたネズミ捕りでした。ネズミ捕りは全体人間の味方なはずですが、近頃はどうも毎日の新聞にさえ、猫と一緒にお払い物という札をつけた絵にまでして広告されるのですし、そうでなくても元来人間はこの針金のネズミ捕りを一遍も幽体したことはありませんでした。それはもう確かにありませんとも。それにさも触るのさえ汚いようにみんなから思われています。それですから、実はネズミ捕りは人間よりはネズミの方に余計同情があるのです。けれども、大抵のネズミはなかなか怖がってそばへやってまいりません。ネズミ捕りは毎日優しい声で、ネズちゃんおいで、今夜のごちそうはアジのおつむだよ。お前さんの食べる間、私はしっかり押さえておいてあげるからね、安心しておいで。入り口をパタンと閉めるような、そんなことをするもんかね。私も人間にはもうこりごりしているんだから、おいでよ、そら、なんてネズミを呼びかけますが、ネズミはみんな、うまくいってら、とか、へいへい、よくわかりましてございます。いずれ、親父やせがれとも相談の上で、とか言って、そろそろ逃げていってしまいます。そして朝になると、顔の真っ赤な下男が来てみて、また入らない。ネズミももう知ってるんだな。ネズミの学校で教えるんだな。しかし、まあ、もう一日だけかけてみよう、と言いながら新しい餌と取り替えるのでした。今夜もネズミ捕りは叫びました。おいでおいで、今夜のは柔らかなはんぺんだよ。餌だけあげるよ。大丈夫さ、早くおいで。セネズミがちょうど通りかかりました。そして、おや、ネズミ捕りさん、本当に餌だけをくださるんですか？と言いました。おや、お前は珍しいネズミだね。
そうだよ、餌だけあげるんだよ。そら、早くお食べ。セネズミはぷいっと中に入って、むちゃむちゃむちゃっとはんぺんを食べて、またぷいっと外へ出て言いました。おいしかったよ、ありがとう。そうかい、よかったね。また、明日の晩おいで。次の朝、ゲナンが来てみて怒って言いました。餌だけ取っていきやがった。ずるいネズミだな。しかし、とにかく中へ入ったというのは感心だ。そら、今日はイワシだぞ。そしてイワシを半分つけていきました。ネズミ捕りはイワシを引っ掛けて、せっかくセネズミの来るのを待っていました。夜になってセネズミはすぐ出てきました。そしていかにも恩に着せたように、こんばんは、お約束通り来てあげましたよ、と言いました。ネズミ捕りは少しムッとしましたが、無理にこらえて、さあ食べなさい、とだけ言いました。セネズミはぷいっと入って、ピチャピチャピチャっと食べて、またぷいっと出てきて、それから王風に言いました。じゃあ明日また来て食べてあげるからね。ブーとネズミ捕りは答えました。次の朝、ゲナンが来てみて、ますます怒って言いました。ずるいネズミだ。しかし毎晩そんなにうまく餌だけ取られるはずはない。どうもこのネズミ捕りめはネズミから賄賂をもらったらしいぞ。もらわんもらわん、あんまり人を見損なうな、とネズミ捕りは怒鳴りましたが、もちろんゲナンの耳には聞こえません。今日も腐ったはんぺんをくっつけていきました。ネズミ捕りは飛んだ疑いを受けたので一日プンプン怒っていました。夜になりました。ツネズミが出てきて、さも大義らしく言いました。はあ、毎日ここまでやってくるのも並大抵のこっちゃない。それにごちそうといったら、せいぜい魚の頭だ。嫌になっちまう。しかしまあ、せっかく来たんだから仕方ない。食ってやるとしようか。ネズミ捕りさん、こんばんは。ネズミ捕りは、針金をプリプリさせて怒っていましたので、ただ一言、お食べ、とだけ言いました。ツネズミはすぐプイッと飛び込みましたが、はんぺんの腐っているのを見て、怒って叫びました。ネズミ捕りさん、あんまりひどいや。このはんぺんは腐ってます。僕のような弱いものを騙すなんてあんまりだ。惑ってください、惑ってください。ネズミ捕りは、思わず針金をリュウリュウと鳴らすくらい怒ってしまいました。そのリュウリュウが悪かったのです。ピャッシーン、餌についていた鍵が外れてネズミ捕りの入り口が閉じてしまいました。さあもう大変です。ツネズミは狂ったようになって、ネズミ捕りさんひどいやひどいや、うー悔しい、ネズミ捕りさんあんまりだと言いながら、針金をかじるやら、くるくる回るやら、地団駄を踏むやら、わめくやら泣くやら、それはそれは大騒ぎです。それでも、惑ってください、惑ってくださいは、もう言う力がありませんでした。ネズミ捕りの方も、痛いやら、尺に触るやら、ガタガタブルブル、リュウリュウと震えました。一晩そうやって、とうとう朝になりました。顔の真っ赤なゲナンが見て、小躍りして言いました。しめたしめた、とうとうかかった。意地の悪そうなネズミだな。さあ出てこい小僧。